はい、皆さんこんばんは。それではバイオハザード RE3 ですね、今回もやっていきます。さあ今回はジルを使ってですね、病院内のアイテムを回収していきましょう。大量にアイテムを回収するので、いらないものをどんどん預けちゃいましょう。ほぼほぼいらないかな。でキーピックは持っていきますと。よし。で早速なんですが、ここに新しい武器があります。ハンドガンのバーストモデルですね。バレルはついてないんだけど、ロングマガジンは最初からついてるやつですね。これが3点バーストができる銃です。3点バースト、いわゆるこの押しっぱなしにするとこう3連射が効くやつですね。でこれもまあ跳ね上がっちゃうんだけど、跳ね上がらないようにすればちょっと下手くそだな。まあ一転して集中してね、頭を狙ったりできるので、まあ割といい銃だと思います。ではキーピックを持って病院内に行きましょう。目覚めたか。助けてくれたのね。いや俺じゃない、カルロスが助けた。あんたをここまで運んで直した、大したやつだ。彼はどこ。地下施設だ。そこに町を救えるワクチンが備蓄されてる。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろ。この町は爆破されちまう。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。奴に任せろ、彼はプロなんだ。私もよ。やっぱり何を言っても聞きそうにないな。アンブレラの地下施設はこの病院の地下にある。カルロスからも連絡が途絶えた。用心するんだぞ。ありがとうございます。確かにジルはね、専門家ですからね、ある意味。では回復アイテムあります、ここに。であと木箱なんかもここにあります。ガンパウダーがいらないかな。まあ一応拾っとくか。そしてここにも木箱かな。ここは弾でしたが、では病院内を探索していきます。で早速あるここの開かずの間ですが、これがいわゆる地下施設への扉となります。なんかね、丁寧に喋ろうとするとすげえ噛むよね。猫かぶっちゃダメなのかもしれない。まあこれ、まあ見てない資料ですね。まあ、資料に関しては目についたものしか追ってないので、全ての場所をごめんなさい、網羅してるわけではありません。で、ゾンビがですね、カルロスが倒しちゃったゾンビはもうこういうふうに倒れたままなので、まあ、殲滅していれば安全に探索できます。多分倒してなかった場合はこいつは普通にいたと思います。まあ、カルロスの方が弾が余ってるので、そっちで倒しちゃった方がいいんじゃないかなとは思うけど。では、キーピックで開けていきましょう。何箇所かあったよね、病院内に。はい、マグナムの弾です。いわゆるマグナム弾ですね。今回初登場ですね。早くマグナムをぶっ放したいところでございます。まあバイオといえばマグナムのところありますからね。で前から気になっている中庭の箱なんですが、これはジルだったら取れます。カルロスの場合は取れないです。ジルにしか入れなかった場所があるので、そこから取りに行きましょう。でもここ足早に行きましょうね。ここでわざわざ時間を使うところではないので、さっさと行っちゃいましょう。バード博士、これもニコライが。まあ昨夜ここにありますと。まあ確かにジルにとってみたら、ニコライもカルロスもアンブレラの人間なんで、まあ、証拠隠滅のために殺したのかなって感じになりましたね。で一部敵がこう再配置されてるので、こういうふうにハンターが再配置されてるので、まあ慌てず処理していきます。まあ、強力な武器ですね。グレランでもいいんだけど、ジルの場合はショットガンが超強いんですよ。実はこれハンターに対してもすごく有効で、これで普通に戦えます。グレランがなかったら今の炸裂弾を取って戦ってもいいし、ショットガンで戦ってもいいと思います。まあ私はこの余ってる弾でやっちゃおうかなと思いますけども、ハンドガンでやるのはちょっと怖いかもしれないね。即死が怖いと思うので、まあ強力な武器を装備していきましょう。で、どうしようかな。奥の部屋かな。ここの奥。前はゾンビが、カロスの時は動いてなかったんですけど、ジルの時はこれ、ゾンビが動き出します。
なので、処理していきましょう。せっかくだから3点バット使おうかな。勝ちそうだな。うん、気持ちいい。股間打ち、頭打ち。あと1体。おはようございます。あ、ピクピクしてる。これ一生懸命笑いをこらえてますね。震えてますね、少しね。笑いをこらえてる。笑っていいんだよ。頭でやらないとダメだな。やっぱ頭が気持ちいい。頭が気持ちいいね。死亡確認。死んでますね。では、あ、ここを開けちゃいます。あっちは動かなかったんですかな。開けちゃいましょう。パカッ。はい、ショットガンの弾です。で、こっちですね。ここはロッカーを開けたら、ロッカーからゾンビが出てきたと思うんですけど、動いてるのかなと思ってこう開けるといないんですよ。で、よかったって入るとここにいるので、注意してください。これ結構普通にガブーッと後ろから構えたりするので、まあ、だから入る意味ないですね。あそこは罠部屋です。なんかあったっけ。まあ、なかったと思うので無理に入んなくてもいいんじゃないかなと思います。じゃあ、アイテムがいっぱいになったので一回預けちゃおうか。ちょうどいいところにボックスあるかな。この部屋にもなんかあったような気がするけど、なかったかな。まあいいや。じゃあ預けちゃいましょう。これもいい、これもいい、これもよしと。よし。では、あ、今度は向こうのね、ナースステーションの方行きましょう。ナースステーション、ナースのお仕事、ナイスなお仕事。外した？超光ってる、超光ってる。これって自分を爆破すんの？しないんだね。したわ。外してしまいましたね。あらやだ、恥ずかしい。まあでも、ここには強化火薬があります。私まだ1回もほとんど使ってないので、後でまとめてマグナムの弾にしちゃおうかな。で、今度治療室ですねにまた再びハンターが配置されております。ただ1体だけですね。倒したやつが復活してしまってるのかもしれない。よくわからないけど、開けちゃいましょう。カット。はい、ここからもマグナムの弾ですね。いいですね。で、さっきのハンターですね。ハンターちゃんいますけども、ここに、策略あります。取っとけよ。まあ、撃つ必要は全くないんですけど、ちょっとせっかくだから撃っときました。そして全部ことが済んだら、ここですね。私なら通れそう。わざと宣言してくれますからね。カルロスでは通れなかったこの場所、ジルで通っちゃいましょう。で、こっからだと中庭ですね。行けなかった中庭に降りれると。残りも降りるじゃんと思うかもしれないですけど、今まで向こう側に落ちてたんだよね。で、この生垣はなぜか知らないけど、飛び越えることができないというルールでした。で、ここにハンクみたいな特殊部隊の人がいるんですが、ここにですね、お待ちかねの頼れる相棒、マグナム・エルフォーク。まあ、いわゆるマグナムですね。マグナム、威力はお墨付きね。マグナムってなんだよ。マグナムですね、が手に入ります。早くぶっ破したいんですけど、弾が少ないんでね、ちょっとまだこれは温存しておきましょう。さあ、そしたら、さっきの病室ですね、入り口の方に戻りましょう。よし。で、戻る際にも一応注意が必要です。まあ、行きはよいよい、まあ、帰りは怖いじゃないですけど、思わぬところで敵が出てきたりします。ちょっとやってみようか、ハンドショットガンで。だいぶ下に来るから下側に向けた方がいいのかな。ちょっと今当たりどころ良くなかったので時間かかっちゃいましたけど、スッと入ってくるときに下を向けたらちょうどいいのか。
まあ、それを参考にしてやってみてください。では、地下施設へと向かいますと。さあ、いよいよ終盤ですね。心していきましょう。ここにもアイテムを回収。ハンドガンか。ハンドガン弾回収。いいですね。雰囲気出てきましたね。病院の地下にこんなのがあったんです。まあ、ここはまだ地下駐車場みたいなね、搬入路みたいな感じだな。でっかいトラックだ。ここにも境がありました。では大きなエレベーターを降りていきますと。すごいトレーラーだよね、大きさ的にもね。アンブレラはこのタイプのエレベーター大好きだね。アンブレラのトレーラーですね。とても大きい。よし、じゃあ地下に降りてきました。まさか病院の地下にこんな施設があったなんて。そう、セーブが入ったかな。あそこにハーブがあるので、まあなんかこういいとこにこういうアイテムあったりするので、ちょいちょい拾ってってもいいかな。ちょい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 。まあ、本作はなんか弾よりがとにかく回復ですよね。いや、あんま今動画では食らってないですけど、実際は結構ボロクソにダメージを受けて回復が苦しいと思うので、ね、取っていきたいですね、どんどんね、こういうアイテムに関しては。さあ、ではセーフハウス来ました。セーフハウス、セーフルームに来ました。はい、サイドバックですね、手に入れて。で、ここにもメモがあるかな。エレベーターを動かすにはね、ヒューズを使ってくださいってことですね。まあ、これは今後の、この後の話になりますけども。それでは、一旦先セーブしちゃうかな。じゃあセーブしたいと思います。さあ、それでは再開していきましょう。で、ここはアイテム選びがちょっとね、慎重にしていきましょう。マグナムは持っていきます。で、ハンドガンを持っていかなくてもいいんだけど、まずは持っていくもの、マグナムいっぱいあるねこれ。ハンドガン、ショットガンの弾はこれを補充しておきましょう。こんなにいらない。で、ハンドガンはいらないっちゃいらない。ハンドガンいらないか、あってもいいけどいらない。で、グレランの、そうですね、焼夷弾かな。焼夷弾を、そんなにいらないけど、まあいいや、焼夷弾を持っていきましょう。せっかくだから、炸裂も持っていこうか。ね。炸裂焼夷、炸裂砲。で、回復手榴弾もいいかな。まあ、そんなに真剣に悩むことじゃないですけども。あった方がいい武器を持っていきます。マグナムは欲しいですね。で、焼夷弾、まあ一発ありゃいいかな。で、ショットガン、で、これは焼夷弾、そのサグレさんですね。で、これもうキーピックいらないで捨てちゃいますと。マグナムの弾もいらないかな。まあいいや、一応持っていこうか。こんなにいっぱいアイテム回収してもしょうがないからね。じゃあ行きましょう。あの野郎、ノーノーとしやがって。サクヤクもらって下で降りましょう。ここはね、散々罠にはめやがって。あの顔イラつくね。とっちめてやりましょう。よし、ここまで食らいついてきたことには敬意を表する。だが残念ながらゲームはもう終わりだ。終わらせないわよ。いい声ですね。無駄にいい声やがる。で、このエレベーターを登るためには、なんか登れそうですけどね、ヒューズを3つ持ってこなきゃなりません。なので、ここでヒューズを集めに、この倉庫内をね、頑張っていきましょう。で、
今回初登場するめんどくせえゾンビで、あそこにぶら下がってるこれペイルヘッドってやつですね。前回も一応いたのかな。強力な一撃じゃないと倒せないんですよ。どんなに倒しても復活してきてしまう。なので強力な弾で一発頭ぶち抜いてやると復活しません。でペイルヘッドこうドカーンとこれを動かそうと落ちてきて、その後こう暴れ回って、すごくめんどくさいんですよ。頭振るんですよこいつが。頭にマグナムをぶち込まなきゃいけないのに頭をとにかく振る。当てにくいので最初からもうぶち抜いちゃえば安全です。もうこれでこいつ復活しません。わざわざね頑張って頭でエイムしなくても、出現する場所が分かってる場合は先にぶち抜いちゃいましょう。あるいは落ちてきた時に頭をここで打ち抜けばいいです。で次ですね、次に行きましょう。はい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 。で、最初のヒューズですね。1個目のヒューズありました。はい、取っておきます。ヒューズを取るために3つアイテム枠が必要かな。ここいらないかな。ちょ2枚抜きしたい。ハンドガンの弾、ハンドガンの弾いらないっすね。欲しい人はどうぞ。で、あそこにもハンドガンの弾あります。弾がねえよーという人はこれどんどん補充していきましょう。で次いきます。で檻が落ちてきて、犬がもうほんとね、ひるんだ後すぐ接近してくるんでここ注意ですね。ジルがひるんだ後にこう足元にスッと入られちゃうので、ショットガンにしといた方がいいと思います。結構ねいやらしいよね。さあここも通れません。こっち側もありましょう。気持ちいい。行き止まり。いや待って待って、これ黄色いテープがね目印になるよね。飛び降りるときもそう、中庭に飛び降りるときもそうだけど、ここにもハーブあります。まあ取らなくていいか。でエレベーターは呼ばなくてもいいんだけど呼んだ方がいいかな。呼ばなくてもここを登って上行けるんだけど、一回は呼ばないとここの奥のアイテムが取れないんですね。これシェルフォルダー、なんかショットガンの横にくっついてるやつですね。リロード速度が向上する。ショットガンのリロード速度が速くなるという感じですね。いいですね。結構リロード時間気になってると思うので、これが短縮できると。では、また奥に入っていきましょう。で、ここは先進めないので、エレベーターを上げちゃいましょうね。すごい地下室ですよね本当にね。ではここで強化火薬、さらにマグナムの弾が作れる。いいね。あとでマグナム無双ができそうだ。意味深の広さガルガル言ってるもんね。でヒューズの前に行こうとするとゾンビが出てくると。ゾンビ吹っ飛ばしちゃいましょう。全部やったかな。はい、じゃあヒューズをこれ2個目ゲットします。今の全部やったかな。ちょっと当たりどころが悪いと普通に生き残ってたりするけど、みんな黒焦げですね。大丈夫ですね。でガンパウダーいっぱいあります。ガンパウダーいいかな。マグナムの弾救出してもいいけど、救出しちゃう、まあ、せっかくだから。うん。でどっかからガルガル音がしますけども、これゾンビに例えばこうゾンビにビビって下がろうとすると、後ろからね登場すると、厄介なやつが登場します。でこれ囲まれちゃうと厄介なんで、やっぱ先にゾンビを処理してからのがいいかもね。こいつ火じゃないとなかなか倒せなかったです。最後に汚いダンスをしてくれましたけど、こいつ水がないところでも生きていけるんだね。ここはハーブがあったのか。
ハーブがあった、ありますね。よし、じゃあ、2個目の補給装置に戻ります。グレー、炸裂弾だと多分2発とか当てなきゃいけないかもしれないね。だから焼夷弾があると楽です。で次ですね、次が、2体のゾンビと、あとペールヘッドですね。撃ち抜いても倒せない。だから足を撃ち抜いて倒れたところをマグナムで頭を撃ち抜くと、これで安全に倒せるとね。どうしてもこいつ速い動きで動き回ってね、頭を狙うのがすごく難しい。少ない弾をマグナムを外しまくっちゃうというのがあるので、ショットガンで足を止めてから頭をぶち抜けば安全ですね。ほんとよく外したもんね。なんか排気とか入ってありますね。うん、見られたとか書いてあります。まだ上の病院には黙ってるね。一部の人しか知らないようになってたんでしょう。さあそれでは、最後のヒューズを取りに行きますと。うん、ここはこれガンパウダー、あ出ちゃった。今飛んできたね。このハンター近づくとこうこっちの壁を蹴って後ろに回り込んでくるので、よく弾を外すんですけど、今普通に飛んできましたね。ちょっとびっくりしちゃった。お板が過ぎますね。まあでも迎撃間に合ってよかった。これで揃った。対空が間に合いましたね。じゃあいやガンパウダーも吸収しちゃおう。じゃあ3つのヒューズが手に入りました。で今の手順をさささってやればここを5分以内にクリアできます。で5分以内にクリアするとレコードが手に入るので、1回セーブしてね、5分以内で1回挑戦してもらっていいと思います。強い武器を使えば多分簡単にここは5分は超えられると思います。じゃあアイテムを先預けちゃいましょう。まあ預けなくてもいいか。じゃあここでセーブいらないね。もういらないね、セーブなんてね。いっちゃいましょう。一応ここ注意が必要です。っていうのはここあいつですね、こいつらが復活するので、こいつら3体復活するので意外と倒すのに手間かかっちゃうので、一回吹っ飛ばした方が早いね。あいつら3体がね、こう軒並み触手攻撃をね、ピッチ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 してくるとね、もう本当にジルがエロ漫画のみたいななっちゃうんですよ。まあそれはよ、見たい人もいるかもしれないですけどね、辛いので吹っ飛ばした方が早いです。じゃあ行きましょう。エロ同人誌みたいに、エロ同人誌みたいに。はい、では、上に上がってきたんですけど、遅かった。一体ここで何してたの？はい、やつは逃げた後みたいです。で、ここでね、パソコン調べると先へ進んでしまうので、一応ここで、今回は終わりにしたいと思います。それではですね、バイオハザード RE3 なんですが、次回がですね、一応ストーリー上最終回という形になります。それではまた明日最終回ですね。お楽しみ、お待ちください。お疲れ様でした。